はい、どうもくまです。ドラクエウォークやっていきたいと思います。ウーさんをね倒していきたいと思います。今回は、バギーが入るということでね、バギー装備でバギー武器で行くんですが、未開始率を上げてくるということで、今回炎月林のね、全体必中をね入れてやっていきたいと思います。はい、まあ、炎月林持ってる人はいいんじゃないですかね。まあ、心はこんな感じとなっております。まあ、素早さちょっと重視みたいな感じかもしれないですね。まあこっちがメインでっていうよりは、まあ本当にボレロ使ってっていう感じになりますので、月下美人ですね。月下美人も、バギではありますが、これですね、アゲハランブ、はい、衰弱をね狙って入れていきたいと思います。はい、ダメージ減少、ダメージ増加ということでね。そしてメインのアタッカーですね、魔力の宝剣。魔力の宝剣といえば、まあ、その未開始率を上げてきたとしても、まあ、他にもいろいろ追加効果あると思うんで、その効果を剥がしていきましょうということで、魔力の宝剣を装備させております。心はこんな感じで、心道も、まあ、ジグザグみたいなね感じとなっております。はい、ということでね、こんなパーティーで、まあちょっと大神官は、水晶でね回復しながらバフがかかってくれればいいなっていう程度でね、はい、使っていきたいと思います。心はこんな感じ。はい、ということでねやっていきましょうか。早速ね、はい、心道も見ていきましょうか。一応まあ、回復よりっていう感じですね。コブ激励ではなくて、まあ、今回比較的楽なんじゃないですかね、このドラゴンウーは。まあ、常設っていうこともあって、ものすごく強いわけじゃないと思うんで、まあ炎月林持ってる人はこんな感じでボレロ打って、まあ、あとは必中なのでね、あまり気にせず、ボカスかボカスか攻撃するという感じで、何の問題もないような気はしますけどもね。まあ、あとは、一撃が確か大義ダメージというかね、物理攻撃も多いので、例えばまあドラゴンの杖とか、持ってる人は呪文でね、竜の暴風で攻撃しながら防御力、攻撃力をね、下げるっていうのも、一つありじゃないかなと思います。必中ですからね、呪文なので。もうフルオートでね、もう、まあもう一人ちょっと参加されてる方がいるので、あれなんですけど、まあフルオートでね、問題ないと思います。これですね。これで未開始率ですとか、まあ、ダメージアップみたいなのをね、やってきますが、もうこれはね、魔力の宝剣ね、どんどんね、剥がしていけると思いますからね。月下美人も結構こう衰弱入ってくれると、いいっすね。結構ダメージも出るしね、それなりにね。この分身。これもいいよね。これも、分身率も上がりますからね、月下美人。今回の、モーシャス蜃気楼なんかもバギーイオフォースがね使えますから、ストームフォース使えますから、ドラゴンウーに刺さるんではないでしょうか。いいね、やっぱりこのね魔力の宝剣はバフを剥がすっていうだけじゃなくって、追加ダメージがめちゃくちゃでかい。追加ダメージが強いですね。お、これすぐ終わっちゃうな。すぐ終わっちゃうな。もうフルオートで余裕ですね。はい。やってみせろ。かっこいいね。よいしょ。17000。これでね、追撃が強いのよ。追撃が強い。いいね。しかもまあボレロね、他のスキルダメージアップもねついてますから、ボレロある人は使った方がいいですね。本当に今回はもうこれで終わっちゃうね。次で倒せますね。炎月林いいね。炎月林は本当こういう時も使えるし、妖精の秘術でも使えるし、
本当長く使える武器だと思う。さあ研磨合率も来て、オッケー4万。さらにこれ5000、8000、1万、1万、強っ。7万ぐらいダメージ、7万8万ぐらいダメージ与えたのかな。強いね、さすがです。魔力の宝剣、心は C という感じで、まあ比較的倒しやすい、モンスターだと思いますので、いい心だと思いますから、1個2個ゲットしていきたいなと思います。はい、今日のね動画は以上となります。またよかったら見てください。それじゃまた。